ッキー何やってるファングツー急げでは、上大将本営は、あくまでここを死守せよと各防衛線は分断されながらも、亀岡における進行勢力の前言は未だ遂行されている。したがってその最高栄たる機体は、帝都外郭高地からの支援砲撃が継続している限り、嵐山当該戦役の支配を維持されたし。ならば、陸幕下の戦術機構戦力を手配いただきたい。すでに一個正体を失い、残るは学徒兵ばかり。こたび持ちこたえたのは奇跡に他なりません。それは奇跡にあらず。亀岡戦役は山間部ゆえに火力集中が容易であり、進行阻止が比較的有効に機能している。加えて機体が預かる東端戦役には嵐山砲撃陣地の専用的な支援がある。これだけでも根徳のグーと知れ。それは重々承知の上。されど実際の比嘉戦力差は比較論では片付きません。目的が帝都外郭工事の堅持ならば、せめて前線戦力の再編、あるいはくどい。それ以上は公明とみなす。よそから回せる戦力など一気たりとない。この登山は不正か。一目をもって大化の崩るるを支うるあたわず。ならば審判武家たる如月の端くれとして問う。戦略レベル情報へのアクセス制限が部隊指揮官にまで及ぶのは何故か。死守の礼を下しておきながらかような。いけないな、如月中尉。その方と雅やかではない。格ある者、いたずらに意をかざすべからずであるぞ。一つたがえば一門に類を及ぼす羽目になろう。イカルガ少佐、機関は下がってよい。ほっ。山あいは敵の進行速度が鈍る。レーザー射兵も良好、いわば天然の要害。ゆえに帝都外郭に連なる砲陣が配されておる。はっ、いかにもにございます。して機関も存じていようが、今舞鶴、帝都、大阪を結ぶ防衛線は第一、第二ともにほころび、最終防衛線もすでに異形の浸潤を許しておる。ではこれを。これは一体。機関が見たがっていたものだよ。大阪がすでに陥落。バカな、何故このような重大な情報が隠匿さ。そう、統帥としてはまともじゃない。公式には想定を超える重金属運による原因不明の障害ということらしい。対戦初期でもある前に。これはさすがだね、如月中尉。ご明察だ。八幡が落ちれば帝都は平野続きの丸裸同然に。八幡の突破を阻止するには地境を挟んだ高地からの支援砲撃は必須。その一翼、北に位置する釈迦岳から島本一帯の砲撃陣地を守るため、西の山岳一帯を面制圧しているのが嵐山基地の砲撃陣地。ただね、この状況の裏には帝都防衛以外にもう一つ厄介な話がある。八幡が落ちたその瞬間、在日米軍は即時戦術核を使うそうだよ。戦術核。そう、八幡が突破されれば山科水道から琵琶湖が丸見えだ。つまりそこに展開中のアメリカ第7艦隊空母戦術機動部隊がレーザー属種の的になる。空母一隻の安全を確保するために、日本帝国の首都千年の都を核で焼き払い、半永久的な汚染地帯にするなど言語道断。そのような暴挙が誠に。もとより彼らはそのつもりだよ。小倉、倉敷など数箇所が標的。敵の後続を寸断するためだそうだ。その手間が少し増えるだけの話なのだろう。腐っても軍人、
合理を全てに優先すればこれが是であると理解できる。人のみがただそこにあればいい。今のみに生きればいい。そのような生き様であれば受け入れられもしよう。だが古代から連綿と連なる事象、それら全てが顕在化したものが今という瞬間であり己という存在なのだ。その象徴たる帝都を核で汚す腹積もりとは、もしこの情報が公になれば極限状況にある士気高い者たちは逆上し在日米軍を攻撃しかねない。加えて志願兵比率が極端に下がった帝国軍にあっては任務放棄も続出しかねない。もはや真の理由を正す気などない。知らされない真実を詮索しておう身の丈に合わない責任、そんなものにはもうこれ以上耐えられそうにない。これで分かったろう。機関は学徒兵を率いる術にたけ、機動防衛に有能であるがゆえに嵐山を託されていると。はっ、もったいなきお言葉です。イカルガ少佐、今内閣ではその最悪の事態を回避するための策を協議している。我ら近衛にできるのは時間を作ることだけだ。イカルガ少佐、あのような国賊、それが法治であり民主政治というものだよ。注意、皇帝陛下も将軍殿下もこらえておいでだ。故に今少し耐えてみせてほしい。はっ、肝に銘じましてございます。間もなく私も出陣する。いずれ戦場で相まみえることもあろう。何が内閣か。陛下の国事総代は将軍殿下ぞ。だからこそこの戦勝たねばならないというのに。学徒兵を率いる術にたけ、機動防衛に有能であるがゆえに嵐山を託されていると。やはり私も事前処置を受けておくべきだったな。気の毒だが貴様たちも近衛の端くれ、覚悟はすでにできていよう。